はるくん、ガンバライジングついに終わっちゃうよ。最後に何か買う？カード買う？どれ買うの？これが欲しいの？最後にそれ買っちゃう？ね、すごいな、もうほとんどカードないね。マルクが前から欲しいって言ってたカード売れてるね。これ欲しいの？ゼロワンヘルライジングオッパ、一つにして、どっちかにして、それかこっちにする？ヘルライジングの方にする？はるくん、今までやってたガンバライジングが GG3 弾で終了するみたいです。はるくん、だけどね、新しいゲームが始まるみたいだからよかったね。なんかガンバライジングのカード使えるみたいだよ、またということでね、どこのお店もガンバライジングのカード買い取りをね、終了してってるんで、もうね、ガンバライジングのカード売ることはできなくなってます。ガンバライジングカードもしかして安くなってるんじゃないかなと思って覗きに行ったら、変わってませんでした。だけど1枚だけ買ってきたね、最後だから。はるくん、ガンバライジング終了記念として今回ね、こちらのカード買ってきました。2枚欲しいのがあったんだけど、1枚だけということで、仮面ライダー01ヘルライジングホッパーに決めました。この下の値段はいくらだったんだ、元々が。あれ100円しか安くなってないや。そしてバース面はね、こんな感じになってます。はい、取ってあげるね。あ、これもつけとくの？これもつけとくんだ。はい、はい、どうぞ。まっすぐにする？はい、まっすぐ貼ったよ。はい、いい？これで、これでいい？もう、細かいな。ついでにね、その他にも買ってきたものがあるから、はるくん、出して出して。はい。ついでにね、はるくん、仮面ライダーギーツのね、シャンメリ買ってきました。なんか今年はね、仮面ライダーのシャンメリがね、あんまりお店にないんですよね。あんまり仮面ライダー売れないのかな。さらにね、スーパードラゴンボールヒーローズのカードグミもね、売ってたんで、こちらをね、何個か買ってきました。13パック買ってきたのかな。ということで、パッケージの表紙にもなってるスーパーゴールド仕様のベジットゼノ出てくるのか、開けてみたいと思います。開けてみる、はるくん、カードグミ、誰誰？1パック目からは時の海王神出てきました。はるくん、いいじゃん、時の海王神好きでしょ。なんだなんだ。2パック目から孫悟飯青年期出てきました。こんな感じです。何出てくるかな。3パック目からはベジータ出てきました。裏はこんな感じです。ん、なんでなんだ。お、なになに。4パック目からはレアカードの孫悟飯ゼノ出てきました。いいじゃん。投げんな。5パック目はね、孫悟空出てきました。はい、よいしょ。あ、また出てきた。6パック目かぶっちゃいました。時の海王神、はるくん2枚目だね。何かな、7パック目。おい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 、なんだなんだ。おお、出てきた。これあれじゃない、パッケージの表紙になってるヒーローアバターカード出てきました。嬉しいね。ベジットゼノではなかったんだけど、ヒーローアバターカードも欲しかったんで、めっちゃ嬉しいね。1パック目、
だなんだ、おいおい、なんだなんだ、これは8パック目魔人とは出てきました。こんな感じです。なんだなんだ、9パック目はおいおいまた一緒だはい、また魔人とはです。あと4パックしかないよ。なんだ、10パック目は何だ。あ、ピッコロやん。10パック目はね、ピッコロでした。裏はこんな感じ。はい、全部こっちに飛んできてるよやば、またピッコロです。もうピッコロやめて。12パック目イエーかぶりすぎだろ。12パック目、時の火曜神でした。はい、それじゃあね、ラスト13パック目、パパ開けます。いやー、ひどいな今回は。なんだなんだ、ちょっと詰めて。おお、あ、出すねえ。いやいや、見してや。はい、ラスト奇跡かと思ったら、レアカードのゴテンクスゼノでした。わー、ベジットゼノ出てこなかったね。ベジットゼノかと思いましたよ。残念。裏面はね、こんな感じになってます。ということで、今回はガンバライジングがもう少しで終わっちゃうっていうことなんで、ハルくんね、記念に好きなカード1枚だけ買ってきました。新しくなってもハルくん頑張って遊ぼうね。ということで、 GG 3段で終了ということで、中途半端なところで終わっちゃうんだけどね、 GG 3段もね、楽しんでガンバライジングパパとハルくんやっていきたいと思います。ハルくんママと対決するの好きだもんね。じゃあ、ハルくん買ってきたカードをママにあげる ?1 枚。あげない?こんな感じでね、今日は終わりたいと思います。臭いはやらんなったな。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。何やねん。チャンネル登録はこちらからしてね。